横断幕。横断幕とは、横長の布などに文字を書いて、広く知らしめるための道具で、旗の一種である。横膜とも言う。なお、同様のものを縦長にしたものは、懸垂膜もしくは、垂れ膜という。上りや旗なども宣伝告知の目的で、使用されるという意味においては、横断幕、懸垂膜と同じであるが、横断幕と懸垂膜が壁面などに固定して、 用いられるのに対し、上りや旗は手に持つ、もしくはポールに固定して用いられることが多い点が異なる。主に以下のような用途で用いられる。様々なスポーツの試合会場において、選手、チームを応援するために掲示される。稀に一枚の横断幕を複数の人が一緒に持って応援するケースなども見受けられるが、競技や施設により横断幕の設置が指定されているほか、 貼り付けの場合ははとめ、紐をくくりつける穴か、養生テープのみ使用することを定めている。ガムテープの場合は、テープの粘着痕が残ってしまうため使用を禁止しているところが多い。チームや大会によっては養生テープを含めテープ類の貼り付けそのものが禁止されているものある。日本プロ野球では、 大横断幕の設置は指定された、施設応援団のみに限られ、一般ファンの横断幕を広げたり、フェンスやスタンドへの貼り付け、くくり付けはほとんど許可、されていない。理由は、後ろの観客に迷惑がかかると、トラブルがあったため、現在では、応援手旗、手振り旗、もしくは、ゲートフラッグ、ゲーフラと呼ばれている、横断幕に左右にパイプを取り付けた、 幕 900mm 横 600mm のものを個人で用意し応援用に利用しているところが多い。もちろんサッカー場でもゲーフラーを用いているのもよく見かける。またサッカーラグビーなどの球技場においては大会のスポンサー企業の広告や非常口の表示等などに被らない範囲で設置するように求めている。特にバックスタンドゴール裏の最前列は スポンサーの広告スペースに当てられているので、陸上競技場併用型でない限り貼り付けることができず、大抵はスタンドの中間にある手すりか、スタンド後方に取り付けなければいけない。日本の競馬においては、パドックに競争馬や機種、旧車を応援する目的の横断幕が、競馬ファンによって貼られる。有名馬では、複数枚貼られることも珍しくなく、2010年の エリザベス女王杯ではこのレースで引退となるテームプリキュアの横断幕が全部で9枚掲げられていた。ただし、横断幕は紐を通すことができる、ハトメ付きの布製のみ可能として、粘着テープ、ガムテープ、養生テープ含むでの貼り付けは元より、反射材、また紙を素材としたものは使用禁止となっている。これは、テープの粘着痕が残ることに加え、強風などにより、 テープが剥がれたり、反射材の光の反射の影響で、馬が驚いたり、パドックや本馬場への進行を妨げる恐れもあるためである。掲示して良い文言、記載して良い言葉やサイズは、競馬場で決められているため、各競馬場や主催者に持ち込みサイズや掲示ルールを確認する必要がある。協定やオートレース、競輪なども、各主催者で決められたサイズや、 応援のメッセージで使える文言などの細かいルールがあるので確認する必要がある。なおいずれの場合であっても、特定の人物、団体、企業、人種を差別、誹謗、中傷するような内容の掲示は規制されており、事前の審査が必要な公営競技以外でも、それを掲示した場合にはサポーターに対して、横断幕の張り出し禁止や、悪質な場合は特定のサポーターに対する、 入場禁止などの処分が課される場合がある。交通に関する情報を広く告知する手段として、橋や歩道橋などに横断幕を掲示する場合が多い。マンションの分譲広告などで用いられる場合は、当該建物の壁面に掲示される場合が多々、見受けられる。広告看板の代用として使用されることも多い。近年は安価で通信販売されることが多いので、 看板制作よりも手軽に作成が可能である。政治的主張をアピールするためにデモ更新などの際に用いられる。近年は PC が普及しパソコンソフトで原稿を作成することが主流になっている。横断幕作成業者はほとんどアドビシステムズのイラストレータで原稿を作成している。これは専用大型プリンターとの連動が相性が良く、 アプリケーションが豊富なためである。現在は作り方としては、プリンターで出力したものを縫製するものが多い。かつては、面生地に染め抜きが多かったが、コストが高く、近年では、業者が少ない。用途目的によって、素材を選び、作成方法が違う。プリンター出力が主流である。はとめ加工は、ポンチで穴を開け、はとめとつとおうとをかしめることである。 素材は、真鍮、アルミ、ステンレス、スチール等が主流。英語ではというが、日本語で言う、外来語のバナーは、インターネットでリンク先を絵で示す横長の画像としての意味であり、横断幕がバナーと呼ばれるのは稀である。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。